また音声レビューをやってみたいんですけども、まあ、画面をちょっとスクロールします。でまず気になったことというのは、まず今この解像度は 1280×1280、 そうですね、1280×120 という解像度で、画面をキャプチャーしています。これはハイビジョン、普通フルハイビジョンではなくハイビジョンです。なぜそうしたのかというと、YouTube ではフルハイビジョンという解像度に対応しているんですが、1280×420 としたのは、撮った動画を2倍速で、2倍速で YouTube やまあメガビジョンなどに上げるときにフルハイビジョンだと、自分の今のパソコンのスペックでは音声と文字のテンポがずれてしまうので、1280×720 というふうにしました。でパソコンのスペックは5、インテルコア i ですね、 i5、の50プロセッサーで、まあ、これは擬似的に4つの CPU が入っているようにしているんですが、それは擬似的だって本当は2つの CPU、デュアルコアの、CPU なんですが、それと、4GB です。で、メモリーの種類は DDR3 というやつなんですが、それが 4GB です。デュアルトリプル、トリプル転送はしなくて、デュアル転送というんでしょうか、それですね。あとは、グラフィックカードはオンボードです。一応、インテルコア5、60プロセッサーの中にグラフィックの機能も入っているみたいなんですが、実際はほとんど使えない状態ですね。です。で、これ、このスペックパソコンだと、フルハイビジョンの動画を2倍速にして、またバンディカムでキャプチャーするというのは不可能なので、まあ、不可能というか、どうしてもコマが遅れてしまうので、ハイビジョン 1280×720 にして、2倍速の動画 をより多く出そうと思います。一回ここで聞きたいと思います。で、一つの動画に一つのテーマということなんですが、まず、バンディカムで音声を取ることについて、少しめんどくさいと思うことについてなんですが、音声で、まあ、自分のこと、まあ、自分のことというか、音声で持っていることを録画するという作業は妙に地味なように覚えてきてなかなかできないという気になりました、インターネットでそれこそ、Yahoo アクセスランキングとか見ていた方が楽しいので、バンディカムで、まあ、バンディカムを使うときはヘッドホンをつけるんですが、ヘッドホンをしてバンディカムを起動して、ワードパッドを起動して、で文字を書いてタイトルをつけてキャプチャーするというのは面倒な感じがして、なかなかそうですね、とっかかりづらかったということはあるんですが、とにかくでも、まあ、あとそれと、まあ、作った動画ファイルというか、まあ、動画ファイルですね、これを YouTube やアメバビジョンの方に一つずつ動画を投稿するのもだんだん面倒くさくなってしまい、つまり動画を作る作業と出す作業は両方面倒くさくなってしまって、なかなかやらないということに、動画を作らないということになったんですが、で今はどうして音声を入れているのかというと、まずはとにかく分かる範囲、自分が今分かる範囲でいくら音声に入れていこうと思うのです。現状今分かっている範囲で分かっていることをどんどん入れていこうと思うのです。まあ、例えば半年前に何をどう考えていた、自分がどう考えていたのかというのはもう分からないので、なるべく今持っていることを入れてみようと思いました。で、あと、これまあ入力する作業めんどくさくなるというのを少しカバーというか、まあ、補う考えなんですが、今度は、動画を撮った、作った動画を YouTube やアメバビジョンの方に上げるときに、今までは動画ができたらすぐアップロードしていたんですが、そうではなくて、ある程度動画が10とか15ぐらい溜まってから YouTube やアメバビジョンの方に投稿しようかなと思います。音声、こういうふうにキャプチャーソフトを、まあ、こういうふうにキャプチャーしながら、もう一本の画面で YouTube やアメバビジョンの方に動画を投稿すれば時間の節約になるのかなと思ったんですが、やっぱり気が散ってしまうんです。ワンクリックで全てアップロードできればいいのですが、まあ、YouTube などは比較的そうなんですけども、ただメンバービジョンの方だと動画を選んだり、あとサムネイムという、なんていうんでしょう、タイトルの画像を3秒後にするか、中盤にするかとか、タイトル、タグとか公開設定など、いろいろ設定することがあるので、音声を入れながらこういう作業をやると、結局何が言いたかったかっていうのが分からなくなってしまうので、ある程度動画を貯めてから、アメンバービジョンの方に動画を上げようかなと思います。YouTube の方もやっぱり、まあ、YouTube の方は設定はなく、公開設定とかあるんですが、ほとんど公開にしているので、アップロードするファイルを選んでクリックして、その終わりなんですが、そうですね、まあ、YouTube の方にアップロードしても、まあ、とにかく10、アップロード10、ある程度動画が溜まってからアップロードしようかなと思います。そうした方が、情報を、まあ、いちいち動画を作ってアップロードして、動画を作ってアップロードしてというのは、なんか世話しないような感じがするので、ある程度動画が溜まってからアップロードしようと思います。まあ、アップロードするにも時間がかかるし、YouTube の場合ですが、YouTube の場合アップロードするにも時間がかかるし、動画が変換される、ハイビジョン変換されるまでも時間がかかりますし、まあ、ハイビジョン画質の動画だったら YouTube の方でもハイビジョンの方画質になるんですが、その変換するの時間がかかるのです。だからなるべく早く YouTube の方で動画を上げようと思ったんですが、やっぱりある程度動画を貯めてから上げようかなと思います。読売新聞の今日の朝刊、あ、昨日ですね。昨日の朝刊に時代の証言者というのがあるんですが、この記事はなかなか面白いです。今は藤子不二雄 A さんなんですが、21回ですね。この7月7日の時は、21回目なんですけども、藤子不二雄さんです。今は、時代の証言者で文章を書いているのは藤子不二雄 A さんです。その前は、王貞治さんでしたが、その前も読んでたような気がするんで、ちょっと忘れてしまいましたが、
これは面白いですね。この文章は結構毎回読んでます。事案証言者なんですが、新聞でそういえば楽しみにする、まあ、比較的楽しみにする記事というのはこれが初めてではないかなと思いました。4コマとかもまあ見てはいたんですが、で21回目の内容なんですが、ギャル漫画家の浜田ウィトニーさんから漫画家を読んで漫画道を読んで、漫画家になりました。なんて言われて、あなたの漫画全然違うじゃないですかなんて笑ったりしたんですというふうに書いてあります。で今は、はい、シリソメシコロニというタイトルで、漫画道の漫画道の後編を続編を書いていますというふうに書いてあります。でまあ、あとは、うん、そうですね、漫画道は、漫画道はどうやってできたのかというのも書いてあって、最初は少年チャンピオンで1970年にスタートしたチャンピオン漫画家でしたというふうに書いてあります。漫画の書き方を読者に教えるというコーナーでおまけとして2ページだけ漫画道を始めたというふうに書いてあります。あとは事前的といっても、僕自身はフィクションとノンフィクションの差がなくなっているというふうに書いています。そうですね。あとは少年時代について書いてあるんですが、僕の疎外、少年時代は、柏原さん、平蔵、平さんっていうんでしょうか、さんの小説を読んで感激し、僕の疎外体験を元にした漫画にしたいと思いましたというふうに書いています。ちょうどその頃、週刊少年マガジンから連載の依頼があって、編集者のミキっていうんでしょうか、絶対当たらないと思うけど、1年間やらせてくれないかと頼みましたというふうに書いてあります。3ヶ月経っても結局、あなたがいつも来ない、これには参りましたというふうに書いてあって、ミキさんに、これではあなたの責任になるから、もうやめましょうと言ったんですと。ミキさんは、いや、約束したんだから最後までやってくださいと逆に励まされてね、僕も今もミキさんに感謝していますというふうに書いてあります。で、最後、最終回、のことが書いてあるんですが、最終回が終わったと掲載、最終回が載った、週刊少年マガジンじゃなくて、週刊少年マガジンですね、が出ると、ドドドと今のように反響が来たというふうに書いてあります。これもほとんど長い手紙で、新書だけしか分かれるラストを見て、漫画で初めて泣いたというふうに書いてあります。で、僕はそれで長年の夢を実現させてきました。これを映画にしようというふうに書いてありました。